おはようございます、こんにちは、こんばんは。クラリネット奏者の竹内大輔です。今日はジブリの天空の城ラピュタ、この曲をカルテットでお届けしたいと思います。どうぞ。はい、始まりました、竹内大輔のクラリネットバラエティ番組。今日は久しぶりにカルテットで演奏をお届けしたいと思います。演奏する曲はスタジオジブリの天空の城ラピュタ。ベラベラ喋る前に先に演奏をお聴きいただきたいと思います。それではお届けします、天空の城ラピュタ、クラリネット40奏バージョンでお届けします。どうぞお聴きください。はい、お聞きいただきましてありがとうございました。天空の城ラピュタの、テーマでございました。壮大な、とっても素敵な曲でございます。天空の城ラピュタでございますけれども、この映画が時々テレビで、放映されますけれども、その度にツイッターでバルスとみんながつぶやく
ラピュタの風物詩になっておりますけれども、いくつかのラピュタの名言というのは皆さんも、お気に入りのものが、ラピュタの名言というのはね、何か一つ言えるんじゃないかと思いますけれども、僕が好きなやつですね、パズーがシータを助けに行くためにドーラと一緒に、ドーラの一族と一緒にこう取り戻すというシーンで、仲間に入るシーンがありますけれども、あそこでドーラがパズーに向かって40秒で支度しなってやつですね。なんだかあれは非常に私の印象に残っているセリフでございます。いくつかねありますけれどもね、メガーとか人がゴミのようだとか、私は40秒で支度しなですね、これが私の印象に残っているラピュタのセリフでございます。さあ、本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。今日の演奏が良かったと思ってくださった方は、毎回で恐縮でございますけれども、高評価それからチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。非常に励みになりますのでよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は竹内大輔でした。さようなら。